南三陸町志津川地区というところに入ってまいりました。もうほとんどですね何もなくなっております。昨年の10月からですね住宅等の基礎部の部分が解体されましてすっかり更地状態になっております。まあ、特にこの、まあ、雑草とかこういうもう雪が真っ白になってますけどこういうところに、まあ、住宅、お店、会社があったと思っていただければ分かりやすいでしょうか。学校行事の中に位置づけることによって、毎年、まあ、恒常的にこれからここに来れるというものを作っていきたいと思ったからなんですよね。で昨年はやはりその東北ボランティア研修旅行という形で、秋休みを使って行ったんですけども、まあ、下手すると一回ぽっきりで終わりかねないという気持ちも非常にありました。まあ、ボランティアをもしするんであれば人数的にはバス1台30名から40名というところが妥当なところかなと思ってたんですけども思いもかけずに74名というそれは正直言って本当に嬉しかったですね。地震から約45分後、津波の第一波が気仙沼湾に襲来、係留中の船舶も次々に押し直されていきました。急激に水かさを増した海面は、防波堤を乗り越え、逃げ遅れた人たちに容赦なく襲いかかってきたのです。すげえぞ。こう被災をね、皆さん語り伝えてほしいし、そしてこの被災地に来て感じたことをみんなに伝えてほしいし、それからその時にどうこのね被災地の人たちが動いたかと、そういうことも、ね、しかと学んでいって伝えていってもらいたいと思います。